こんにちは、アンソニーです。ツイッターを見ていて知ったんですけれども、今日2018年7月11日っていうのは、iPhone が日本に上陸してちょうど10年らしいんですね。10年前の2008年7月11日に、iPhone3G が初めて日本で発売された日ということです。で、ちょっと当時のことを振り返りながらですね、以前に喋ったこともちょっと重複するんですけれども、ちょっと緩く雑談したいと思います。発売日に先駆けて、Apple の WWDC だったと思いますけれども、スティーブ・ジョブズが iPhone3G を発表して、それをほぼリアルタイムだったと思うんですけれども、見ていてですね、これは本当に未来が来たなと、本気で思ったんですよ。で、だって、あれですよ、もう今では当たり前すぎますけれども、例えば自宅のパソコン宛に届くメールをこうやって外にいながらメールチェックをすることができたり、例えば iPhone にカレンダーで新しい予定を入れたらそれが即座にパソコンの方にも反映されるとか、Google マップで地図が見れるとか、すごい話なわけですよ、当時からしたら。で、これはもうどうしても欲しいなと思って確実に手に入る方法として並ぼうと思ったわけですよ。一番確実なのは大阪で言うと梅田のヨドバシカメラかなと思ったんですね。で、ただ当時、徹夜で何か物を買うために並ぶっていう経験をしたことがなかったので、ちょっと心細いなと思って。かといって自分の周りにはそれほど iPhone に熱狂している人もいなくてですね。当時 SNS といえばミクシーだったんですよね。で、ミクシーで、どっかの板に、こう、ヨドバシ梅田に徹夜に並びたいんですけれども、誰か一緒に並びませんかって声をかけて、で、手を挙げてくれたどっかのおじさんと一緒にですね、並んだわけですよ。で、前日の夜9時過ぎに、ヨドバシ梅田に着きまして、その時点で、すでに100人近く人がいました。で、すでに、報道カメラも2台ほどいましたね。で、翌朝、時間を潰して一気に飛びますけど、翌朝、電車が動き出す前の写真がこちらです。そんなに人がたくさんいるようには見えないと思うんですけれども、実際電車が動き始めてからは、さらに一気に人が増えて、ヨドバシ梅田の広い駐車場にかなり人が埋まりましたね。で、整理券が配られる前に割り込み防止券っていうのが配られて、その時初めて正確な自分の番号が分かって、私69番目でした。で、朝になって整理券が配られるんですけれども、私は朝8時35分に整理券をゲットできて、で、実際に受付が始まってから時間がかかるので、12時半に来てくださいっていうことだったので、一回家に帰ってシャワー浴びて、もっぺんヨドバシに来ましたと。で、セレモニーとかね、カウントダウンを見て、それからようやくさらに30分ぐらい待たされて、カウンターに着きましたと。で、一通りカウンターで説明を受けて、なんかね、アクティベーションが2段階必要ですみたいなことを言われて、最初の1段階目はその場でやって、で、2段階目は自宅の iMac につないでやってくださいみたいなことだったんですね。で、受け取ってきたんですけれども、近くのカフェかなんかに入って、いざ触ってみると、全然動かないんですよ。で、私当時、au からソフトバンク iPhone に絵の切り替えだったんですけれども、au も使えない、ソフトバンクも使えない、どっちもメールも電話もできないっていう状態になって、これは困ったなと思って、もっぺんカウンターに行って、これなんとかならないですかねって聞いたんですね。そしたらその一段階目のアクティベーションもなんかうまくできてなかったみたいで、これは何とかしましょうということでやってくれたんですよね。要は、日本全国で一斉にアクティベーションしようとしているので、そのアクティベーションするためのサーバーが完全にパンクしちゃったらしいんですよね。で、ようやくそれで使うことができて、まともに動く iPhone をゲットできたのが、並び始めてから18時間後、のことでしたと。めでたしめでたしっていうことなんですけれども。で、それで、ヨドバシの店内をですね、こうやって新しい iPhone いじりながら、うおー、サファリすげーとか、画面綺麗とか、いうことを喋りながら歩いてたらですね、最初は、毎日新聞の、報道カメラマンの人が寄ってきて、
ちょっと撮らせてもらっていいですかみたいな感じで、あの写真をね、撮られましたよ。で、その後ももう一社ぐらい、なんか写真撮られたりしましたね。なんか、わざわざ iPhone 完売って大きく書いてるポスターの前に立ってくださいとか言われたりとかですね。こう、スマホの画面を指さしてるところを撮らせてくださいみたいな感じで。3台ぐらいのカメラで囲まれて30分ぐらいね、なんか撮影会みたいな感じになりましたよ。まあかなり恥ずかしかったんですけれども、まあカメラ好きの私としてはですね、まあ面白い経験でした。まあもしかしたら新聞に載るかななんて思ってたんですけれども。で、ここで疑問に思ったのが、なぜ私なのかっていうことなんですよね。あの、私よりも先に iPhone を受け取った人いっぱいいるわけですよ。私69番目ですから。で、なんでかなってことで後で分かったんですけれども、その、まあ、大阪最大規模のヨドバシカメラ梅田店の中で、その2段階のアクティベーションを最初にできたのがどうも私だったらしいんですね。で、そのアクティベーションができないと、こういうふうにこう、アイコンが並んでる状態にならないんですよ。やっぱり、こう、報道カメラとしてはですね、このアイコンがいっぱい並んでる状態の絵が欲しかったらしくって、それでなんか私に声をかけてきたみたいだったそうですね。まあ、ちなみに、後日分かったんですけれども、テレビカメラも取材されたんですけどね、私が取材されてるところを生放送でお昼のワイドショーかなんかで出たらしいんですよ。で、それをちょうど、職場の後輩が昼飯食いながらテレビ見てたら私が映ったらしくてですね、びっくりしたなんていう話がありましたけどね。まあ一応ね、なんかすいません体調が悪いので今日休みますとかじゃなくて、あの iPhone 買うので休みますってはっきり言って、あの休みを取りましたから、まあ、正直に言っといてよかったなっていう感じですけれども。まあ昔話はそれぐらいなんですけれども、今から考えるとですね、その iPhone が日本に入ってきて、そのゼロからスタートして、そこからの数年、iPhone が育っていく姿をリアルタイムに、見ることができて、立ち会うことができて、本当にハッピーだったなって思いますね。だって、今、中学生とか高校生とかぐらいの人って、もうその時点で iPhone があって当たり前の世界じゃないですか。そういうのに比べると、最初の頃はすんごい苦労したんですけれども、それにね、リアルタイムで経験することができてよかったなと思いますね。まあ、最初の 3G から5年連続ぐらいで毎年買い替えをしていたんですけれども、その後はさすがに熱は冷めて、Android に行ったりしましたし、最近では iPhone 8 プラスかなを買ったけれども気に入らなくて人に買い取ってもらったりしましたけどね。まあさすがに当時ほどの熱はないので、なんか新しい OS がバージョンアップされたらその新機能をね、こと細かに調べて動画で説明するなんてことは言うことはしませんけれども、うん、って感じですかね。まあもちろん今後 iPhone 以外にも全く新しいサービスが生まれて、それをまたリアルタイムでね、若い人が経験するっていうこともあるでしょうから、まあその iPhone だけに限って言えばいいタイミングで経験することができたなとは思いますね。でもっと言うと10年前ですから、私34歳の時にそれ体験してますからね。もしこれが24歳の時に iPhone 3G を初めて手にしていたら、なんかもっと人生は違っていたかもしれないですよね。なんか、もっと iPhone に関わる仕事に就きたいって思ったかもしれないし、うん、そんな感じで、iPhone とともに歩んできた10年、まあそのうち私は5年ぐらいですけどね、だったかなと思います。 iPhone 3G から持ってたぜっていう人っていらっしゃいますかね。いたらその iPhone 10周年、日本10周年に関する、思いとかねあったらコメントに残していってもらいたいなと思います。それでは